ございます。すすきの YouTuber たま様です。今日は報告がありましてこの動画を撮っております。というわけでゲストどうぞ。ぜーいただいま帰ってきたぜ。帰ってきちゃいましたよ。6ヶ月チョコちょっと経ったかな。そうですね、6ヶ月とちょっと、その間にも、はい、お互いね、そう、話をして報告をし合ってはいましたが、そうですね、ソロをやろうっていう話になって、うん、まあ動画で報告して、まあこの半年間ね、うん、まあちょっとお互いのこうソロのスキルを高めようということでやってきたんですけれども、うん、はい、まあどうだったでしょうかという結果報告と、まあ今後のことについてちょっとお知らせをね、お知らせをしたいと思って皆様に、うん、はい、なんかそれでちょっとね撮ってるんですけども、まあルーちゃん側のねその活動半年どうでしたかという、まず、ね、ああそうですね、半年間でちょっと痩せました、うん、確かにそんな気がする。そうですね、ちょっと痩せました。食わないフードファイターになったのかな。ねちょっと食えなくなって、そうじゃなくて、うん、半年間ですね、うん、まあ半年間の約半分に関しては、うん、申し訳ないんですが、うん、ちょっと、うん、丸まんま全てを投げました、うん、全ての活動を休止して、うん、休息というか、うん、なんというか、うん、そういう期間を作ってました、うん、が、うん、やりたいな、うん、生放送をやりたいなって気持ちになり、うん、ニコニコではなく、うん、ふわっちの方でちょっと一からスタートしてみました、うん、はい。なので生放送に関しては、うん、まあ今日撮影してますけども、うん、今日も向かってる最中放送してました。ああ、いいですね。はい、なのでここ最近は毎日配信できてるかな。うん、まあ、ちょっとの時間かもしれないですけども、うん、うん、そうですね、配信サイトはまあふわっち一本で、ね、そうですね、やってる感じがしますね、うん、うん、まあ僕もなんかふわっちとあとまあなんかちょっと他のやつもやってみたんですけど、うん、まああんまり手つかずになってあとまあ、ナナっていうあの歌のアプリみたいな、あ、ありますね、はい、あれもちょっとやってみたりとかもしてたんですけど、うんうん、まあまあそんな感じですよね、はい、うん、配信系はそういう感じですね。そうですね、僕としては配信系はそんな感じかなと、そうで、なんかちょっとですね、YouTube のチャンネルもねできれば本当はやってほしかったんですけど、まあその辺はどうなって感じでしたね。ですね、残念なことにパソコンがポシャりまして、うん、そちらの方を、ね、ただ活動をしてなかったわけではなく、うん、実はゲーム配信の方をちょこっとしようかなと思って動いておりました、うんうん、動いておりましたが、うん、いかんせん編集の方が、はい、できなくチャンネルの方は、作らせてもらいました、うん、で、うん、この前正式に、うん、YouTube の方に、うん、登録をしまして、うん、ブーチャンネルという、おー、はい、ブーはひらがな、はい、カタカナでチャンネルを作らせてもらいました、はい、ので、うん、今後、うん、活動していこっかななんて思っております、うん、あ、いいですね、うん、なんかこうようやくそういう活動がねできて、そうですね、うん、まああとはパソコンの代わりにですね、うん、iPad Pro の方ちょっと使わせていただいて、使わせていただいて、うん、使って、はい、うん、編集ソフトも入れましたんで、動画編集、これから、はい、バチバチ、うん、撮っていこうかなと思っております、うん、いつも大体あのね、逆にっていうか撮ってもらって俺が動画編集するようだったから、そうですね、まあ、逆をやってみても面白いかなって思って、うんうん、それも企画でね、まあできたらそのうちやりたいなとは思ってるんですけど、はい、はい、そういうやつをやってみたら、まあまあなんかちょっと見える視点がまた変わってくるかなっていうのもね、うん、まああったと思うんで、はい、俺もだから多分こう撮り慣れてないからこう撮ったら撮ったで面白いかなと思うのもあるし、うん、まあやってみても面白いかなと、そうですね、まあ思ってますね、はい、はい、で今後なんですけど、まあ一回まあとりあえずそんな感じで、僕もどちらかというとあのパソコンがですね、あのちょっと壊れててその半年間ほぼほぼ動画を上げれてないという、はい、状況で、まあプラスライブ配信、うん、YouTube のライブ配信があの多分規約変わってできなくなったっていう、そうですねスマホからも動画を残せなくなったので、うんうん、なんか本当にそれからずっと動画を上げれてなくて、うん、まあどうしようかなと思って、この間ちょっとあの直してくれる、ね、うん、あの友達というか、はい、知り合いというか、はい、いてようやく直ったんで、まあちょっとこれから上げてるようになったんですけど、まあタイミング的にも、まあ、ブーちゃんとまあそういう感じだったら、まあちょっとまあここでね、また一緒にやってた方がいいんじゃないかなっていう気もしたので、
まあ契約的にはまあ1年だったんですけど、まあ半年でまあちょっと1回またその活動を再開してもいいんじゃないかなみたいな思ったんで、はい、また2人でやっていきたいと思います。はい、はい、でまあこれからね、あの季節は夏になっていくので、はい、まああの一本洞爺湖はね、まあ毎年行ってる、そうですね、今年で3年目ですか、3回目ですね、3回目の、はい、洞爺湖は行くっていうのはもう決まってたんですけど、はい、まあその他にもね、なんかいろいろやりたいなっていう、そうですね、動ける夏なんでね、うんうん、まああのどれちゃんの方にもなんかちょっとうう企画のネタがね、そうですね、うんと、まあ企画一つ考えてたのはまあ、うん、釣り堀に行って、うんうん、3匹釣って、うん、どれが一番大きいかっていうので勝負していこうかななんて、ちょっとねこの休息中にですね、ちょっと釣り堀に行く機会が何回かあったんで、あ、まあ、釣りやりてえなと思って、はい、はい、まあまあまだ企画中なんで、企画中な感じでね、はい、違う大きさだったらちょっと自信あるんだけどなどういうまあそんな夏のねこうヒヤッとするもう今ヒヤッとしました、今もうすでにヒヤッとしましたよ、なんかあれですけど、まあそうそう、なんか新スポとかね、夏場はやっぱりまあ定番かなと思うんですけど定番というかもう僕らもう 2カ所行きましたからね、できればあの何かしら絶対あるので行きたくないなっていう、うん、そうですねことで必ず映ってましたから、ね、そう、大体映ってましたね、はい、はい、まあ分かる人には分かるかなっていう感じですけど、そうそう、うん、今回はまああの怪談リレーみたいな、あの要は実体験をなんか話してくれる人に1話ずつこう、うん、僕はね、うん、聞いてって、うん、まあそれであのまあ動画の方に再生リストの方に残してって、うん、リレーしていこうかなみたいな、うんうん、ね、まだ多分ネットとかに出てない怖い話をね、そうですね、お伝えできるかなという、はい、結構多いんですよ、見るとかね、人が結構、結構周りにいますよね、いますね、はい、結構その辺も期待してていただいていいんじゃないかと思います、はい、はい、なんか夏場は結構いろいろ、まあ動き回れるんじゃないかなと思うんでね、そうですね、うん、なんか日常的なものもなんか撮っていっても面白いかなと思って、うんうん、変に企画とかじゃなくてもなんかそういうのとか、まああとちょっとお役立ちの情報みたいなのそうですねやったりとかね、うん、またしていきたいなと思います、はい、はい、あとなんかちょっと個人的なものもちょっと言っていいですか、はい、まあちょっとですね、まあ、自分的にはこう目指せコミックエッセイみたいなえ要はあのこう漫画のはい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 、なんか、まあ、自分実体験を書いてなんかちょっと挿絵みたいなあるような感じで、ちょっとこち漫画のね、うんうん、簡単な漫画入ってるけど、うんうん、ああいうのなんかちょっとゆくゆくやりたいなと思ってて、今ちょっとツイッターとかに上げてるんですけど、うんうんうん、なんかそういうのもちょっと4コマ漫画みたいなのとかもね上げて、まあ、うん、なんかその自分が飲み屋で経験したこととか、うんうん、なんかそういうこういうのね、実体験系のそういうのをね、うんうん、なんか載せていければなと思って、不定期でまあやるんで、うん、はい、それの方もなんかもしよかったら、まあツイッターの方からね、そうですね、はい、はい、よかったです、4コマ漫画って言われて、はい、コプテピピックが思いつかったんでそっち、そんな、そんな書くのと思ったけど、あ、そっちですねハッシュタグドルマガで出ます、ね、出るかな検索多くなったら多分出ると思うんでよろしくお願いします、はい、そう、今年、洞爺湖、はい、今まで僕撮影してましたが、うん、今までですね、うん、多分あんまり僕画像に写ってないと思うんです、うんうん、そうね、なんでかって僕、うん、コスプレしてなかったんですよ、あ、そうです、うん、なんかぽいぽいミニオンっぽいのはやってましたけどそうね、うん、ただ今回はですね、うん、ちょっと思考を凝らしてですね、まさかコスプレしちゃってる、うわー、誰かペイントかな、ペイントかな、それ顔芸ね、まぁ、あ、ちょっとコスプレの方もしていこうかなと思っておりますんで、はい、そちらの方もですね、まぁ、あ、皆さんちょっと楽しみに、そうですね、はい、見ていただければ、うん、近い動画はそんな感じかなと思っておりますんで、うん、そうですね、はい、あとはもう僕のチャンネルも動き始める予定ですので、はい、そちらの方でもちょっと、はい、ちょっとずつ企画を、はい、はい、今練っておりますんで、そちらの方も見ていただければ嬉しいなと思っておりますよ、はい、よというわけで、まあこれからもね変わらずに、ドルドル TV 2人やっていくんでよろしくお願いします。はい、それでは以上、ドルドル TV からたまさまとブーちゃんでした。したっけ。